神奈川県道70号、畑の清川線とは、神奈川県秦野市、長抜き交差点を起点とし、愛好郡清川村、宮ヶ瀬北原交差点を終点とする全長約 30km の県道である。終点側では、宮ヶ瀬湖畔を通ることから、県道64号線と同様に、宮ヶ瀬レイクラインとも呼ばれる。昔は路面が舗装されておらず、丹沢林道とも呼ばれた。 起点、終点付近は2車線だが、ほとんどの区間は1から1.5車線であり、対向車とのすれ違いが困難な区間もある。県の南北を結ぶ、通行可能な道路としては最盛端で山地を走る。陶器は凍結のため、チェーン規制されることもある。肌の方面から闇津峠まで、主に丹沢登山車のための路線バスが、神奈川中央交通西により運行されている。 肌野から、身のげまでは、市街地、農地で、前方の丹沢の見晴らしも、よく景色は明け、2車線の福音がある。身のげより先は山林に入り、福音は1.5車線に狭まる。車のすれ違いが困難なため、バスには天井員が乗車する場合がある。木々に囲まれた景色になるが、標高が上がるため、7日台の展望台をはじめ、眼下に、肌野盆地さらに、 相模湾などを一望できる場所が点在する。矢び峠の先、札係付近から宮ヶ瀬湖方面はさらに道が細くなり、交通量が多くなる休日や連休期間中などでは、しばしば渋滞が発生する。この区間でも宮ヶ瀬湖完成以前には、路線バスが運行されていた。2019年10月の台風19号により、複数箇所で斜面の崩壊や、 路面損壊の被害を受け、札掛橋から宮ヶ関手原交差点までが通行止めとなった。2020年5月29日には一部区間が解除されたが、その後も約 7km の区間が通行止めとなっていたが2021年7月30日に約1年10ヶ月ぶりに全線開通した。ありがとうございます。